さあ、いよいよ最後の舞台となってしまいました。大槌獅子踊りの皆さんに登場していただきました。平成24年、今から5年ほど前に神田川の原料、泥抜き栽培で大槌町の獅子踊り5団体が協力を始めた時から、大槌獅子踊りとして機会あるごとに活動してきました。本日も5団体の息の合ったコンビネーションが楽しみです。それでは大槌獅子踊り、皆さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大槌獅子踊りの皆さん、本当にありがとうございました。今日は良かったですね。素晴らしかったですね。大槌弁で言うもんからね、見たかいがあったったってことね。本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。さあ、それでは閉会の挨拶を当媒テルオ副会長にお願いいたします。皆さん、長い時間ご観覧ありがとうございました。盛大に、行われました令和元年度大槌町郷土芸能芸能祭をこれで終了させていただきます。ありがとうございました。本日は大槌町郷土芸能祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。アンケート用紙は受付の会場